旅行第116潜水艦は、日本海軍の潜水艦、旅百型潜水艦の17番艦。1942年の昭和17年度計画により、1943年1月16日、川崎重工業専修造船所で寄港。1943年9月13日浸水。1944年1月21日、 川崎重工業神戸造船所で巡航し、二等潜水艦に類別。同日、横須賀鎮樹付赤となり、訓練部隊である第六艦隊第十一潜水船隊に編入された。3月31日、両116はパラオ大空襲により来襲した米機動部隊の迎撃のために出撃。4月13日に帰島した。5月4日、 第7潜水船隊第51潜水隊に編入。同日、旅116は、クレを出港し、10日に、サイパンに到着。15日、アゴー作戦のためにナサン海戦に向かうべくサイパンを、出港していくのを最後に、消息不明。アメリカ側の記録によると、18日、米軍は、ナサン海戦の存在を暗号解読により認識した、ため、 米五衛駆逐艦イングランド、ジョージ、ラビーの3隻からなる対戦部隊が向かった。28日0120、カビエン北北西沖で、ジョージが 16km 先にある船をレーダー探知。その8分後、レーダーの反応が消えたため、相手が潜水艦であると判断した。零一五零イングランドはメートルの距離で潜航中の潜水艦をソナー探知。 震度52メートルの位置にいる潜水艦は頻繁に舵を切り、推進機を遂げ敵のソナーを惑わせようとした。2回ほど攻撃に失敗したが、イングランドはヘッジホック24発を投下。その結果、3回の爆発音が聞こえ、潜水艦を撃沈した。朝、部隊は潜水艦のものと思われるいくつかの木製艦板の破片を回収した。これが、 両116の最後に瞬間であり、艦長の岡部武弘上位下上院56名、全員戦士。沈没地点は、カビエン北北西225海里地点付近、北緯00度53分統計149度14分、北零0.883度統計149.233度、0.883149.233。6月25日、 アドミラルティ北方で防湿と認定され、8月10日に除籍された。ありがとうございます。